あの人の現在。浅尾美和、現在の住まいは？また美白で顔が変わったとの噂も。元プロビーチバレー選手でビーチの妖精と呼ばれた浅尾美和さん。そのスタイルと美貌でビーチバレーというあまり馴染みのなかったスポーツを一躍メジャーにしました。浅尾さんは現在は選手を引退しタレントとして活躍しています。また最近ではその容姿に変化があったという噂もあります。現在の浅尾美和さんはどのようになっているのでしょうか。美白になった現在の姿。ビーチの妖精と呼ばれていた浅尾さん、当時は日焼けした肌と笑顔がとても印象的でしたが、引退してからはすっかり雰囲気が変わったと言われています。また顔が変わったとネット上で話題になっていたこともあります。2018年1月にテレビのバラエティ番組水曜日のダウンタウンに出演した際、容姿の変化にネット上では様々な声が上がりました。これ浅尾美和？わからなかった。別人でしょ？浅尾美和さんってこんな感じだったっけ？どうやら以前より少しほっそりとした印象を受けます。現役選手の頃に比べると当然色も白くなっていますし、体型も当時とは違っているのかもしれません。また女性は出産を機に体質が変わるとよく言われます。髪質や肌質が変わったり、食べ物の嗜好も変化することがあるようです。浅尾さんは男の子2人のお母さんでもあるので、育児が大変なこともあるでしょうし、母親の顔になったということなのかもしれませんね。現役時代はビーチの妖精と呼ばれ、ビーチバレーボール界を牽引し続け、今では幸せな家庭のお母さんとなった浅尾美和さん。しかし変わらないプロポーションと美しさには驚きです。これからもタレント活動と家庭の両立に頑張っていってほしいですね。